はい、それではスーパーマリオワールドやっていきます。マリオメーカーがそろそろ出るんですけど、鬼畜ステージの練習とかね、なんていうの、鬼畜ステージに挑戦とかいう以前に、私あんまりマリオやってなくて練習しようという感じですね。なんで1日2、30分の動画を、投稿し、どれぐらいのスピードでクリアできるかなみたいな感じで、なんで雰囲気知ってるんですけど、雰囲気的には知らない感じです。で、なんでこんなにちょっと操作がね、なんかやってないくせに割と滑らかじゃねえかっていう理由については、実はキャプチャが止まりまくりまして、2、3回ほどやり直すはずになりました。まあ、なんでのしのしとやっていきます。なんで速さが結構大事ですよ今回。ちょっとこんなところで、おーっと、ブルスイーとね、スイーっていきましょう。トン、お、よしよ、よしよ。卵に閉じ込められたとか言ってましたけど、ヨッシーって自分から吐いたやつね、卵にしてなかったっけ。ペローンパーってやってるけど、あれはどういうことなんだろうね。話が通じんぞ。よし、あ、これもしかしてヨッシー乗ったままじゃ無理ってこと。私ヨッシーと一心同体なんで、今回普通に行きます。で、練習なんで、基本的にはスターロードで短縮とかあるんですよね、確か。星のマップで、あれは使わない方向で行きます。ちょっと待って、あー、よしよー、よしよー、待って、よしよー。まあいいや、あ、あ、画面止まった、なんでやねん。ちょっと画面戻ってらっしゃい、あ、おかえり。こんな感じなんですよ、ちょこちょこ画面止まるんですよ。キャプチャ機器の線には触れてないはずなんですけどね。なんで突然画面が止まるという、気違い見えた状況を堪能しつつやることになりますかね。さーて、まあステージ1ですから、サクッといきましょう。ピョーンとね、これ、おいし、ピョーン、うわ、あーくそー、こんなにやられてちゃね、マリオプレイヤーが作るステージなんてクリアできませんよこんなの。いや、まんまでやられましたね。で、ここ、お、滑るね、気をつけて、滑るから気をつけて。よし、まさかこんな序盤に落ちるとはね。キノコくれ、あ、よし、乗り捨てられる、乗り捨ての練習しておこう。 BA だね、 BA、 了解。これでいつでも乗り捨てられますね。食べたら確か炎出るんだっけ。まあいいや、そんなことはどうでもいいや。そんな難しいことを今練習する必要ない。まずは初歩中の初歩からそう学んでいかなくては。おお、なるほどね。こうグワーンといって、グワーンといって、ここに道がある。よし、下の方が安全じゃない。あ、ないの、道はめられたぜ。中間地点、ボコッとで登って、さあこのプレイが最終パートではどれぐらい上達しているのか、私自身が興味あります。まあ練習なんで、練習なんで、練習。ああ、落ちる、これはいっちゃダメ、これいっちゃダメ、これ焦っちゃダメ、焦っちゃ、縦にブー、縦にブー、ちょっと待って、冷静にな、冷静にな、あ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 1の2だぞ、まだ。1の2にしては難しい気がするけどね、正直。もうちょっと、なんだろう、最近のゲームがいかにちょっと優しいかがよく、あれ、今のブロック何も違いがないの？星マークだったけど。あ、このステージのあれ、あれ、ヨッシーコインってもしかして、なんだっけ、5枚ぐらいあって全部集めるとみたいな。空洞があるからそういうわけではないと思ってたんだけど、上に4枚溜まってるってことはそういうことかな。まあいいや。まあできればね、このパート中に2面までクリアしたいよね。サクサク、サクサクを頑張る。サク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 。よし、これで最強。あ、乗りながらは炎吐けないのか。怖い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 。怖い。あ、ちょっと待って、間違えた。死ぬ、死んじゃう。よしなんでこんなことになってしまったんだ。あ、スターだ。ちょっと画面隠せないけど大丈夫。おお、ちょ、え、ちょ、上がれないんですけど、上がれないんですけど、なんで、あ、上押さないとダメなんだ。へえ、上押さないと意味ないんだ。あ、これ初めて知りました。なるほど、これは、これは覚えておかないと、水に落ちたイコール死を意味することになるぞ。うわーい、助けて。よし、あ、一気にこれキノコからじゃなくて、これファイアフラワー失ったらチビまで戻っちゃうのか。なるほどね。へえ、初々しすぎない。私がやったことあるのは6つの金貨ぐらいで、このゲームは持ってたんですけど、クリアできずに投げたんですよ。なんで今回は投げない。順調にクリアしていくよ。だから知ってるところと知ってないところ、ここのボスは知ってます。あとラスボスも知ってます。なんかメカみたいなのを掴んで投げるんでしたっけ。とりあえずこの砦をぶっ潰しましょう。テンポよく行くぜ。さてと。
失礼します。お邪魔します。ダンダン、よし。これは、うわ、何が起こったの、何が起こったんです。ちょっと待って待って、スーッとして、バンバン、間違えた違う違う、コマンドが違う、 B ボタンじゃなかったね、 Y だね。はい、テンポよく死んでいくね。そう、テンポ大事に、死ぬにしてもテンポ大事、テンポ命にしていこうぜ。これね、壁ドン、壁ドンは Y ボタン、滑らかに返していくよ。そしてここで滑らかな、バーンと、怖い怖い、あ、裏行った、裏回った、ちょっと待って、ちょっと、バーン、おれおれ、キノコくれ、オッケーオッケー、ちょっと待って、キノコちょうだい、ちょちょちょ、怖い怖い、バーン、さっきここでやられや、危ない危ない、いけるぞ。あ、これ裏に回れるってやつだっけ。ほう、怖い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 、失礼します。オッケーオッケー、特に使わなくてもよかったようだね。扉は上ボタンで入る、ちょっ、あぶ怖いよ、こういうギミックはあるんですかね、マリオメーカーに。わあ、ちょ危ないやめてください。ここ絶対来るだろ、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 おい、潰されるって、ちょっと危ない。え、どうすればいいの、私、次どうすればいいの、来た、あー、ちょっと待って、あー、ごめんごめん、あー、くっそ、やられたこれ絶対マリオメーカーのステージクリアとかほど遠いんだが、このままだとまずいんだが、これ突っ切ったら、あ、突っ切れないね、突っ切れないようにデザインされてるんだ。このコインは何の意味があるんだ。このコインってなんか道しるべみたいなもんじゃなかったっけ。今はこれ純正のね、任天堂のマリオゆえになんか罠とかがあるわけでもないでしょ。コインについてゲート回せて、そっちが罠とか、そういうパターンはないはずなんだが、この次どうすればいいんだっけ。あ、ここ確かね、ギリギリ間に合うから、こういう風水しゃがんどけば OK、 潰されない、 OKOKOK、 あれ、さっきとタイミングが全然違うぞ。まあいい、行くぜ。こうやって確か踏んで落としてやればいいんですよね。なんか同じ方向に踏んで、こうドカンドカンとドカンとできてないね。あー、やめて、ちょっと待って、意外と難しいんだけど、見ている時はあんなに簡単そうだったのに、意外と難しい。おーいえ、よし、いや、一切危ないところのないスマートな攻略でしたね。イエーイ。うん、マリオの残機もゴルムも、まあ、減ってないしね。うん、最初が5だった、今も5だったってことはきっと減ってないということだぜ。トンズラー、サンキューチュドーン、バーン。ヨースター島のお城で最初のコクッパを倒したマリオたちは、クッパの魔法で卵にされた仲間を助け出し、ドーナツ平野に旅立つのでありました。丸。真顔で砦をぶっ壊すなんてなかなかできることじゃないよ。さあ、早速次のゾーンへ向かいましょう。記録しないで続ける、2までぶっ続けでやってやるぜ。ケブシャが止まるという恐怖はあるが、トゥルトゥ、おっと、マント、これちょっとマント欲しい、マント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 、マント、これもきっと使うでしょ。あ、これ確かどうすればいいんでしたっけ。こうキーンってやって、上、おー、実は私飛べ、おーい、イエーイ、どうすればいいのかわかんねー逃げる、へへへ、おー、ちょっと待って、どうすればいいんだ、序章が足りない、キーン、おー、これどうすれば、あ、死んだ、なんか知らないけど死んだ。でもこれじゃ練習にならない、空に逃げていては練習にならない、飛び方を学ぶべきではあるんだが、これはちょっと怖い、ふわーふわー、中間地点を踏んでおこう。どうやったら長く飛べるんだろうね。ブホ死ぬ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 、あーあーあっあっ、茂みからなんか出てきた、ちょっと待って、お、こんにちは、おお、これは何、これ、あ、なんか教えてくれるの。緑のボタンをずっと押していると、押していること、まずは走る、ジャンプ、あとは右に左、あ、なるほど、右に左なの、おお、右に左、うお、右に左、うお、右に左、右、あ、ちょっと早めにやらないとこれコインいっぱい取れないね。なるほど、なんだこれ、ヒュー、オッケー、回収させていただきました。あ、もういけるね、よし、教えてくれた、親切だったね。でもあそこの土管に入らないと一生教えてくれなかったのかな。あれ、どこどこどこど、あったあった、で、このドヤ顔なんなのこいつなんなのめっちゃこっち見てくる、いい笑顔だな。
あの笑顔をまさか失うことになる。おお、やってくれるぜ。飛ぶ、飛べない。ちょっと待って、これ確かね、倒せる、倒せる、オッケーオッケー、倒せる倒せる。あばー、許さないぜ。羽がある。お、よしお、こんにちは。めいめいよしお、頑張っていこうぜ。俺たちは一生友達。あー、友達が離れてった。別れ早すぎない？あ、これ、これ大事なやつ。これ大事なやつ。いてー、これ踏めないんだ。なるほどね。まあ、それはいい。あれ？永遠の友達どこ行った？あ、いたいた。いやー、なんか仲間連れてきた。ちょっと待って。よし、バーディー行くぜ。マイバーディー。あ、食べちゃったよ。羽くれよ。羽、羽だけ吐き出してくんない？これは？なんじゃらこれ。赤いマークのコースでもう一つ、マップで赤いマークのコースでもう一つゴールがある。なんか出てきたよ。うわ、マイバーディー、マイバーディー、助けてバーディー、ちょっと、助けてバーディー、おお、踏むぜ、おい、あ、マイバーディー。爆走してったぞ。なんだこれ。でもなんかね、あれだね、あの、難しいプレイ、あのステージを攻略するとかいう意味では決してないけど、普通に面白いですね。お、強制スクロールか。あれは？ちょっと待って、怖い。これ確かあの持ち運ぶ練習とかした方がいいよね。あ、持ち運べなかったです。とりあえずヨッシーくんのコインを集めておきましょう。でもやっぱヨッシーのコインだからヨッシー黒幕じゃねえの。スイートで敵の子回収して、そう、基本操作の練習しとこう。よし、まあまあまあ大丈夫でしょ。現時点で危ない要素は一つもないですね。おっと、これ運ぶ練習、これ上に、おうおう、なるほど。おお、やれやれ、これこれこれ練習しよう。おお、いいね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 。え、ああ、起き上がりやがった。あ、そういうこと。あ、死ぬ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、心準備。ああ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 、何やってんだ。中間行ってないから途中まで行かなきゃならないじゃん。はっちゃめっちゃしおるわ。なるほどね、倒してないからちゃんとあのあれなのか、中身がいないとかいう状況を確認しない限りは油断できないわけですね。スイート、やばくないこれ、これちょっとやばくない、ちょっと待って、ちょっと待って、思いのがよく、ちょっと待って、ごめん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 、まさかあそこそんなにゆっくりだと思わなかったよ。もう鼻からプレスする気満載なんだね。最近のゲームが優しすぎるだけであって、昔のゲームがそうスタンダードな殺意、それが普通なんですね。潰していく、これ潰していかないと邪魔だからね。安全確保する意味で潰していきましょう。さあ敵を一体倒した具合で一気一憂しないよ。ここさっき潰された場所だよね。抜けましょう、抜けましょう。早く、早く。早く、早く。もう同じミスは繰り返せない。日々、そう、1ステージずつ上達していくスタイルだからね。敵がいるんだろ？知ってるぜ。潰す。これ多分だけど、ここから土管に入れるパターンじゃない？あ、あ。まあいいや、まあいいや、まあいいや。さっきどこで死んだっけ？何にしてもプレスされて死んだのはよく覚えてるから、ここだな。さっきここで死んだのか。入れた。まあ、ブロック叩いてないんだよね。うわー、なんだこれ。ラグビーボール。とりあえずこれ、ほーい。ほいっと。これはゴールか。こういうのは乗っていけばいいんだよね。特に何もなかったぜ。これはなんだ。とりあえず運ぼう。専用アクションがあるってことは持ち運べるのか。イエーイ。これ踏んだりできる？踏めない。まあいいや。20点。よし。この調子でいけば、この動画でなんとか2名をクリアできそうじゃないですか？となると、2、30分の挑戦で、そうですね、だいたい5動画で終わるんじゃないか？隠しステージ抜きだけど。お化け屋敷が嫌なんだよ、こういうステージ。
わー、まあテレサ可愛いからいいけどね。ただ迷路が苦手、そもそも迷路が苦手です。私は迷路が苦手だし、ホラーも苦手。つまりこのステージは拷問ということですね。謎解きとか苦手なんだよね。とにかくご利用しが心情なので、こういうのは大抵素直なゴールは、あれー、ちょっと待って、許して、ちょっと後ろから来よ。おーい、これ絶対外れだろ。あ、なるほど、これで叩くことによって新たな道が矢印でほら開かれる。あー、ちょっと待って、テレサさんちょっと邪魔しない。で、これはん、なんじゃらほい、どういうこと、戻された、あの謎を解けってこと、あの謎を解かないよ、私は先に進めないのか。あ、ちょっと待って、これを運ぶのか。あ、そういうことか、わかった。あれ、あ、ちょっと待って、登っちゃったよ。スイッチ踏んでもう一個運ぶのかなと思ったけど、サクッと決めたいんだ。もっと左なのか。ここをどうすればいいのかわかんないんだよね。ん？え？一回だけ？どういうこと？何が違ったんだ今。時間切れやばいでやんすよこれ。でもやれることは全部試すべきなんですよね。さっきあっち入って一緒だった。ってなったら、ここに入れってことだよね。で、その次だ。え？え？困ったぞ。カット編集だな、これは。ちょっと待ってくれ。案の定じゃねえかよ。ノーヒントやめて、辛い。待て。これこそがデマなんじゃねえの？こっちじゃねえの？相手の。そんなことはなかったぜ。素直に話聞けて。おお！合ってた！嘘つきかよー！やってくれた。正解だった。疑ってみるもんだね。疑ってなんぼだ。やったー。え、これ正攻法なのか。それとも私がこのゲームが与えてくれたヒントに気づかないほどの脳筋おじさんなのかどっちかわかりませんが。まあ、ともあれクリアすればいいのだ。確かこの上にさ、ヨッシーとか補充するポイントなかったでしたっけ？私の記憶が正しければですけど。さっきのマップの上ね。ということはもう一個ゴールがあるのかな。まあいいや、気にしてもしゃあない。うわーい、これは早速なんかマリオメーカーでもなんか意外といろいろ出てきそうな感じのやつですね。機能がいっぱいです。なんでこのステージはぜひともノーミスでクリアしたいところ。ヨシオはもういない。そう、ヨシオはもうさっきのショーでいなくなったんだ。ヨシオはもう帰ってこない。そう、失った仲間はもう帰ってこないんです。さーて、お、これはいかにもなスイッチ。これは押さざるを得ない。こんな早くギミック出てくる。おー、なんか2章にしてはレベル高くない？うわ、チョロボンだ。こいつ確か、あやっぱ不明はするんだね。チョロボンチョロボン早いっすよ。チョロボンの旦那早いっすよ。キノコください、キノコくそちょっと待って、焦るな、冷静に対処。ああちょっと、あ、よし、入れるでしょ。お、当たり。オッケー。あれ、終わり？え、無線。え、終わり？5コイン手渡されただけで終わったんだけど、当たり感まるでないんだけど。まあいいや。お、あ、ミスった。まあいいや。12ポイントもらっとこう。1足りないが発生したけど、まあいいでしょう。よし、次の章を華麗に決めて、今回の動画の締めとしましょう。砦ですね。あ、まだあったか。直前の章となると、お、うわあごめん。何やってんだよ。ちょっと。意外とこういうシンプルな仕掛けやばいかもね。これミスんねえだろみたいな。すぐに反射してきまーすみたいなコース。強いかもね。はい。踏めない。お、クリボーだ。ポン、ポン、オッケー。怖い。わーい、ちょっと待って、レスキュー。お、
おう、あう、おう。うわ、ハンマー投げおじさん、ハンマー投げおじさん。よくわからん、こいつ。抜ければいい。すいー。あぶね、あぶね、あぶね。ちょっと待って、中間地点までは行きたい。せめて中間地点までは行きたい。おい。うわー、栗だらけ。収穫祭。おー、なんか意図せずして、なんか決まった感じ、いいですね、これ。さーて、じゃあゆっくりちょっと歩いて、眉毛描いて、キノコ取って、回収。ヒュー。さあ、ハンマー自体をこう、ダッシュでこう、男気あふれる。あー、抜けれない、抜けれない。あー、でもこいつ叩けばいいんでしょ。オッケーオッケーオッケー。そういうことだよね。よし。で、中間。もうゴールは目の前では。おー、パタクリ棒。あ、しぶとい。おう、よっちゃん、行くぜ。行くぜ、よっちゃん。新たな相棒です。永遠の相棒、よっちゃん。あー、よっちゃーんよっちゃーんちょっと、死亡早すぎる。このゲーム、恐竜の世界なんでしょ。ヨッシーの出番少なすぎない？ちょっと、やばいな。風害なさがマックスだね。完全にあれじゃん、なんかマリオの延命装置みたいになってる。あー、跳ねる。跳ねる。よし。ちょ。冷静に、焦るね。クリボーにやられるマリオとか見たくないですよね。誰も見たくない。誰も得しない。怖い。あー、なんかこんなふわふわしよってからに。あ、運べる。あ、クリボーって運べるんだ、今回。へぇー。へぇー、ふーん。まあ、甲羅に比べてはギミックじゃない。ギミックが地味なんでしょうね。勝手に混ぜちゃいけない。お、スロット。ありとあらゆるマリオ要素を出していきますか、今回。ほう、私の目押しスキルが問われるわけか。ちょっと待って。ダメだ、もうダメだ。おしまいだー。ふぅ。ちょっと。もういいや。敵に叩いてたら揃うだろう。多分揃うって。あと一個。ここが。揃え！おっしゃい。ヒュー。でん。さあ、ボスと参りましょうか。今日爆破する場所はここか。さあ、破壊神マリオが降り立つぞ。うわー、なんだこいつ。お出迎え、こんにちは。踏んでいいのかな。ちょ待って。うおー、一気にメカメカしくないこれ。ちょ怖い。怖いよー。あぶねえんだってさっきからよ。お、土葬さん、あぶねえ。ダッシュからのクルリンジャンプをマスターしたいところだね。これがあったらいろいろなところに無茶していけそうなんだよ。これね、ドスも確か踏めますよ。これ復活する。これは動く床を歩いていく感じですかね。よいしょ、よくある仕掛け。これはどう踏むんだ、まあ、無理して踏まなくていいと思う。まあ、踏むけど間に合え。間に合わない。ちょ、あれれれれれ、滑る。これいけないの、直接。あ、いけないんだね。こっちから行かないとダメなんだ。あぶねあぶね。あ、バネがある。またしても新しいギミックか。まだかー。よいしょ。ちょ、邪魔。これどっち行くのが正しいんだ。復活早いね、意外と。これで、この瞬間を、よし。え？あ、くる、よかったよ。よし。もうすぐボスではござらんか、これ。お、無視していける。なんかいるね。あれもカロンか。ただのカロンですね。ちょ待って。あー、ばあ。もう終わったのかな、移動床地帯。ここ。怖い。よし、抜けた。ここを飛んで、飛んで、おお、トゲとかやらしものく。しかしそんなところを踏まなければ何の問題もないんだぜ。来た。おお、ラッキー。よいしょ。失礼。さあ、今度のボスは何だ。え、これ3回踏めばいいのか。
これ誰だ？イギーでもラリーでもない。まあ、緑だからイギーでいいか。あ、意外とま、猶予ないんだ。あ、地面が揺れる。その間は動けないよね。なるほど。そういうことか。了解了解。重量級なわけね。早い。まあ、ちょっと、ここで死ぬとすごく格好悪いから。あ、ちょっと待って。大丈夫でしょ。死ぬよりましたから。オッケー。ゆう。クリア。よし。なんとか、1日目のこの30分の録画では、2面まで来れましたね。よかった。明日、3、4クリアしていければいいですね。理想ですね。トンズラー。おるで。2番目のコクッパもやっつけて、ドーナツ部屋から地下の世界のバニラドームへと進んでいく。この先、どんな罠が待ち構えているか、ピーチ姫の運命やいかに。ピーチ姫は別に待機してるだけだから何も起こらないんじゃないか。